皆様こんばんは。テスト考察系チャンネルのゆうぴーです。今回は数ヶ月後に戦績戦の E131 系が登場する可能性について分析していきます。青葉通りと石巻を結ぶ戦績戦では現在205系が活躍していますが、この205系は他路線では置き換えが進んでいることから、戦績戦からも近々引退すると思われますが、なんとそこで後継車両として E233 系などではなく E131 系が導入される可能性があるのです。 E131 系は2021年から製造が始まった車両で、中央線や常磐線のような都心部ではなく、房総地区や日光線のように都心から比較的離れた両数の短い路線に導入されています。そしてこの E131 系の主な置き換え対象は205系となっており、戦績戦ではこの205系が走っている上、都心部から離れた両数の短い路線という特徴が当てはまります。このことから戦績戦には E131 系が導入される可能性が高いと考えることができます。しかも最新の情報では公式資料より E131 系が戦績戦に導入予定ということがわかる文章が見られることから、戦績戦への E131 系導入の可能性はかなり高いと言えるのではないでしょうか。他には戦績東北ラインの車両と停車位置を統一できるメリットがある E129 系、3年ほど前に検討されていた E231 系や E233 系がありますが、最近の傾向を見ると結局 E131 系になる可能性が一番高そうです。そして戦績戦 E131 系が製造される時期ですが、これは来年の1月から2月頃と予想されます。E131 系は1年のうち春と冬に導入される傾向にあり、今年の秋から鶴見線の E131 系が製造開始したことを考えると、来年の梅雨か夏あたりには戦績戦向けの E131 系が登場することになりそうですね。ということで今回は戦績戦に来年 E131 系が登場する可能性について分析していきました。皆さんは戦績戦に E131 系は導入されると思いますか？ぜひ皆様のご意見、ご感想をコメント欄で教えてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。